レスター・ビー・ピアソンの銅像・ピアソンカップは、かつて、メジャーリーグ・ベースボールのシーズン公式戦の中盤時期に、カナダに球団を置く、トロント・ブルージェイズとモントリオール・エクスポズ間で、対戦が行われていたカップ戦である。熱烈な野球ファンでもあった、カナダの第14代首相、レスター・ビー・ピアソンにちなんで名付けられ、カナダのアマチュア野球の資金調達手段として、開催されていた。 カップはオンタリオ州セントメリーズにあるカナダ野球伝道内に展示されている。1978年から1986年までのメジャーリーグベースボールのシーズン公式戦中盤にシーズン成績に影響しないオープン戦としてトロントブルージェイズとモントリオールエクスポズがカップの獲得チームを決定するために試合を開催していた。 1979年と1985年は引き分けのためにカップを共有し、1981年はストライキの影響で開催されなかった。2003年にインターリーグの日程の中に組み込まれ、インターリーグの対戦における勝者チームに授与する形で復活した。2003年と2004年は2年連続で3勝3敗の引き分けに終わり、2005年にエクスポズが ワシントン DC へチームを移転したために終了した。最終的にブルージェイズとエクスポズはカップを7回ずつ獲得した。シーズン成績に含まれるインターリーグにおいては2003年以前にもブルージェイズとエクスポズの対戦は行われており、1997年から8年間の通算ではブルージェイズ側が24勝19敗と勝ち越している。ありがとうございます。